PEGI 12. ドラゴンボールファイターズのプロデューサーを、担当しておりますバンダイナムコエンターテインメントのひろきです。よろしくお願いします。はい、ディレクターを担当させていただいておりますアークシステムワークスの本村です。よろしくお願いいたします。このドラゴンボールファイターズの、立ち上がりがどういう経緯かっていうお話だったと思うんですけど、一応今回のゲームの企画の最初にこういうゲームを作りたいって言ったのはバンダイナムコエンターテインメントから、はい、発案してます。で、なんでこのドラゴンボールファイターズのを作りたいかって思ったきっかけなんですけど、まあ、その前作が、前作というか一つ前のゲームドラゴンボールゼノバースのシリーズがあるんですけど、ゼノバースシリーズがまあ500万本以上、全部で累計で今だと800万本ぐらいかな、以上、非常に多くのお客様に遊んでいただいたっていう市場がある中で、今度はゲームの面白さみたいなところを追求していきたいなっていうところで、今度は本格格闘ゲームっていうようなところで、チャレンジしていきたいなという思いがあって、でその時にでなんでアークさんなのかってお話なんですけど、ちょうどあれですよね、エクストリーム東電とかで実はバンダイナムコエンターテインメントとアークシステムワークさんは一緒に組ませていただくことが多くて、そうですね、はい、それで、エクストリーム東電っていう、3DS の、ゲームを作った中でちょっと今度は本格的な格闘ゲームを作りたいなと思って、当時、ギルティギアシリーズとかで、そうですね、あれ役職はあれですね、テクニカルアーティスト兼リードモデラーという形で、主にビジュアル面の方の作成をしていたんですけれども、ちょっと今回、ビジュアルもすごく大事なタイトルであるというところもありまして、ちょっと今回ディレクターをやらせていただくという形での参加になりました。はい、本当にやっぱりその格闘ゲームを作りたいって思いと、もう一つ実はあったのが、表現の部分、本当に新しい表現を伝えていきたいなってすごい思ってて、でその時に割と他の最近のゲームってフォトリアルなゲームが多いじゃないですかっていうのがあったんで、ドラゴンボールはもともとアニメのものだし、アニメの進化したグラフィックみたいなのをハイエンド機で見せられるんじゃないかなって思った時に、ギルティギアシリーズとかっていうところが思い浮かんで、あの技術は本当にすごいですよね。あれの技術自体も本村さん、そうですね、自分だけではないですけど、一緒になって作ったものだったので、はい、というところで今回はアークシステムワークさんと、ぜひコラボしたいなと思ってこの企画が立ち上がりました。であと裏話っていうところなんですけど、私が聞いた話では、実はこの企画お願いしますって言った時に誤解諾をいただいてるというか、何の問題もなくだと思ってたんですけど、実はアークさん結構お忙しかったというか、そうですね、当時かなり仕事がたくさんありましてどうしたらできるかっていうのをいろいろ社内で調整していった中で、それだったら自分が入ればなんとかなるかなっていうところで立候補させていただいたっていうような経緯がありますね。はい、アークさんの中で誰がやるみたいな話があったって、アークさんの上の方から聞いていたんですけど、誰がこの企画やるって言った時に本村さんが、はい、立候補したっていうのを聞いて、後から聞いたのでちょっと胸に熱いものがあ、そうだったんだと。そうですね、実はドラゴンボールのゲームのディレクションするのって実はこれが初めてではなくて、昔バンプレストさんから出ていた、ドラゴンボール武空闘撃というゲームボーイアドバンスのゲームの方の、ディレクターなんかもちょっとやらせていただいたことがあったので、これもなんかの縁だったのかなっていうところでそれもファイターズやってから知りました。そっちのゲームも実はドラゴンボールをだいぶ昔から実は担当していたっていうお話、ドラゴンボールやっぱすごいもともとお詳しいなって思ってたんですけど、そうですね、その頃から、はい、あの頃も実は、ちょっと裏話になってしまうんですけど、実はあれドラゴンボール武空闘撃は
ドラゴンボール Z ブック闘技機はあのゲームボーイアドバンスのゲームで、まあ、2D のドット絵のゲームなんですけども、うんうんうん、あれもちょっと実は 3D の、キャラクターを最初に作ってそこからドットを起こしてっていうやつをあ、まあ、多分アークの中ではもしかしたらかなり初めの方にやったタイトルだったのかなと思っていて、まあ、その頃からちょっと自分も 3D で関わらせていただいてたっていう経緯があります。あ、それは私初めて聞きました。あ、そうだったっすね。ってことはもともとこのドラゴンボールファイターズでやってるこの 3D なのか、あの 3D と 2D のいいところを持っている 2.5D 表現っていう風にあの BNE としては打ち出させていただいたんですけど、その表現の元になったのタイトルもまあ本村さんがご担当してたっていう。そうですね、ブックドラゴンボール Z ブック闘技機ってあの空中に浮いてキャラクターが、うんうん、自由に動き回りながら戦う、まあ、2D のゲームだったんですけれども、あのキャラクターが結構いろんな向きを向かせるっていう仕組みの必要があったので、まず1回 3D でキャラクターモデルを作ってアニメーションをさせて、それをこの角度から撮ってっていうものをベースにドット絵を描いたっていう形の作り方をしていたので、まあ不思議なこともあるものだなっていう。すごい円に円が重なって、ね、この形になったっていうような、そんなドラゴンボールファイターとしてはそういう立ち上がりで、はい、始めさせていただきました。